ゾルディン条約は1466年1月21日にゾルディンで締結されたブランデンブルク戦定校、フリードリヒ2世とポメラニア公、エーディヒ2世とバルティスラフ10世の間の条約。シュテッティンの町が仲介した。条約は子供なくして死去したポメラニア公オットー3世の継承を争いに一時的な決着をつけた。 当時は新生ローマ皇帝フリードリヒ3世、ブランデンブルク選帝皇、フリードリヒ2世、ポメラニア皇エイリヒ2世とバルティスラフ10世が同時に夫を3世の医療を請求した。フリードリヒ2世、エーリヒ2世、バルティスラフ10世は、フリードリヒ3世の請求を無視して協議し、二人のポメラニア皇が、 自身の相続分と夫3世の領地をブランデンブルク選定公領の報道として受け取ることで合意したが条約の施行はポメラニア貴族の一部とシュテッティンの町が履行に拒否したため失敗に終わったエイディヒ2世とバルティスラフ10世も条約を履行せず皇帝の宮廷で条約に反対する陰謀を巡らしたブランデンブルクは軍事力で条約を履行させようとしたが 最初はあまり成功しなかった。フリードリヒ3世は1469年に条約の無効を宣言したが、1470年にはブランデンブルクの主張を認めた。結局、ゾルディン条約は1472年5月の第二次、プレンツラウの和訳にとって変わられた。プレンツラウの和訳では戦争の終結とポメラニアのブランデンブルク報道という地位を再確認した。 ブランデンブルクとポメラニア公国は、ポメラニアの地位をめぐる、長きにわたる、紛争の主役であった。ブランデンブルクがポメラニアを法的に報道として、扱ったが、歴代、ポメラニア公は、その主張を跳ねつけてきた。歴代神聖ローマ皇帝は時に、ブランデンブルクの主張を、時に、ポメラニア公の主張を受け入れた。そして、この紛争はたびたび戦争に発展した。 ゾルディン条約の前に勃発した戦争は1444年から1448年まで、ポメラニアとブランデンブルクの両方が主張した、ウッケルマルクをめぐって戦われた。戦争を終結させた1448年の第一次、プレンツラウの和訳では、ウッケルマルクがブランデンブルクとポメラニアの間で分割され、ポメラニア公国自体もグライフ家の間で分割され、 公爵たちがそれぞれ住居地から名付けられた分量を統治した。1455年、ブランデンブルク選定校、フリードリヒ2世がドイツ騎士団からノイマルクを買い戻し、内陸国であるブランデンブルク選定校領からバルト海への出口を探そうとした。ポメラニア公英リヒ2世1450年代、ポメラニア公は領内のハンザ同盟加盟都市から激しい抵抗を受けた。 シュトラールズントは1451年に、ポメラニア公を領主として承認することを拒否、1454年7月12日の講和で、ようやくポメラニア公と和解した。1457年、シュトラールズントとグライフスバルトの市民が、エーリヒ2世とそのズインを襲撃したが、エーリヒ2世は、ま一発で逃亡に成功した。 また1457年には、シュトラールズンとグライフスバルト、デミーン、アンクラムが、反、ポメラニア皇同名を締結した。1459年、新生ローマ皇帝フリードリヒ3世が、それまでの皇帝から、ポメラニア公に与えられた自由をすべて取り消した。同年、ポメラニア公エーリヒ1世の死により、エーリヒ2世がその医療すべての継承権を主張。 エデリヒ2世、バルティスラフ10世、オットー3世の間で継承争いが発生した。オットー3世とバルティスラフ10世は1459年9月6日にブランデンブルク選定校と1462年7月27日にデンマークと反エデリヒ2世同盟を締結したが、二人は1463年にエデリヒ2世と和解した。1451年、 国士病がポメラニアを襲った。グライフ家の多くが薬病に倒れ、ポンメルンシュテッティンを治めていた、夫を三世もその一人だった。彼が1464年9月10日に子供なくして死去すると、バルティスラフ10世とエーリヒ2世、そしてブランデンブルク選帝公がポンメルンシュテッティンを請求した。交渉は1465年1月13日に、 プレンツラウで行われたが不調に終わり、さらに、フリードリヒ三世が最初に、ボメラニアコートブランデンブルクの主張を両方とも却下して、ポンメルンシュテッティンを事業に併合しようとした。3月21日、フリードリヒ三世がブランデンブルクの主張を認める文書を寄贈したが、文書はニュルンベルクに留め置かれ、ブランデンブルクは文書を3万7千グルデンで買い戻さなければならなかった。 選定校は、お金が足りず、文書が買い戻されることはなかった。ブランデンブルクとポメラニアは4月から5月にかけて、プレンツラウで交渉したが失敗に終わった。ブランデンブルク選定校、フリードリヒ2世鉄馬校、条約には、下記の条項が含まれた。3月10日、バルティスラフ10世とフリードリヒ2世が、ガルツで会合し、ポメラニア貴族に忠誠を誓わせようとした。 しかし、注目の不足により、儀式の取り消しを余儀なくされた。4月26日、シュテッティンは、フリードリヒ2世に手紙を送り、忠誠の誓いを拒否した。フリードリヒ3世の宮廷にいた、ポメラニア代表やロスラウバルネ公は、夏の間から選定校の総主権破棄を目指しており、10月14日に、フリードリヒ3世が、ポメラニア公に、自身の許可なしに、 ポメラニア広告を他国の報道とすることを禁じたことで成功した。帝国の決定の知らせは1467年2月にポメラニアに届いた。1467年5月8日、メクレンブルクとザクセン選定綱領は、ポメラニア諸公に条約を履行する、要警告、経済ボイコットで脅した。一方、ハンザ同盟、特にリューベックは、シュテッティンの行動を指示した。 1468年5月2日、ブランデンブルクはシュテッティンに通告を送り、条約の履行を再度求め、戦争の脅威で脅したが、結局戦争は7月中旬に勃発した。ブランデンブルクと同盟したメクレンブルクの軍勢はトレンゼ川を渡ってフォアポンメルンに入り、一方ブランデンブルク軍は南から攻撃した。その後、ブランデンブルク軍は7月に、 レックニッツとガルツを略奪、メクレンブルク軍も8月初にアルテントリプトを略奪した。ブランデンブルクとメクレンブルクがさらに軍を進めると、シュトラールズントとグライフスバルトが仲介して8月末に停戦した。神聖ローマ皇帝フリードリヒ賛成しかし、停戦協定は守られなかった。ポメラニア軍はブランデンブルク領に侵攻9月7、8日に、 アルテントレプトを脱会した。9月21日に講和交渉が決裂すると、メクレンブルクはブランデンブルクとの同盟を更新した。10月、ポメラニア軍はバーンを略奪、ガルツを強襲したが、ガルツへの強襲は失敗に終わった。12月12日、ポメラニア代表やロスラウ・バルネコー、ベルント・ブロッケ、クラウス・ゴールトベックは、プレンツラウで講和交渉を呼びかけたが、 ポメラニア軍による攻撃が継続していたため、ブランデンブルクに拒否された。しかしその後もプレンツラウでの交渉は続き、1469年1月8日には、エーリーヒ2世とバルティスラフ10世がプレンツラウの市場で、ゾルリン条約の遵守を誓い、広告も8日内に忠誠を誓うとした。15日、ポメラニア貴族の一部が、選定公への宣誓を行ったが、5月には、 シュテッティンが再びハンザ同盟の支援を受けて、宣誓を拒否した。一方、ポメラニア諸公は、フリードリヒ三世に働きかけ、ゾルディン条約の無効を宣言させようとした。1469年7月14日、フリードリヒ三世は直令を発して、ゾルディン条約を無効とし、ポメラニアを帝国直属と定め、ブランデンブルクによるポメラニア公国への攻撃を禁じた。 同日、ポメラニア軍が、ブランデンブルクのノイマルクに侵攻したが、シフェルバインの戦いで敗北した。25日、ブランデンブルク戦抵抗が反抗して、30日に、ウッケルミュンデに軍を進めた。シュトラールズントとトシュテッティンの支援を受けたウッケルミュンデの街は、ブランデンブルクとメクレンブルクの連合軍により8月10日まで、包囲された。 1469年10月21日、ポメラニアとメクレンブルクが、講和条約を締結、片方がブランデンブルクと戦争した場合、もう片方に中立に止まる義務を課した。1470年5月、エーリヒ2世が再び、ノイマルクに侵攻した。1470年12月12日、フリードリヒ3世は、ブランデンブルクによるポンメルンシュテッティンへの請求を確認した。 また1470年1月9日には、ヤギエを朝、ポーランド王国にブランデンブルクに加勢して、ポメラニアに対抗するよう求めた。8月6日、フリードリヒ3世は、ポンメルン諸公に、ブランデンブルクによるポンメルンシュテッティンの処分への妨害を禁じ、貴族たちにブランデンブルク選定公に忠誠を誓うよう命じた。9月16日、ポメラニアとブランデンブルクは、 メシェリンで1472年6月24日までの停戦を合意した。1472年5月30日、第二次プレンスラウの和役がブランデンブルクとポメラニアの間で締結され、紛争をブランデンブルクに有利な形で決着させた。すなわち、ブランデンブルクがポンメルンシュテッティンを獲得した上、ポンメルンボルガストがブランデンブルクのホードになった。 ありがとうございます。